慶長六年、濃尾無双と謳われし剣豪岩本小雁。その右手は常より一子多く、時の掛川城主松平定勝をして南竜飛剣流れ星神妙古今に比類なし。お構いなく、指の鍛錬になりますゆえ。
どうであった藤木の様子は。やむを得んか。稽古とはいえ道場破りにあのような無様な負けを喫したとあってはな。三重殿の呼びかけにも心を開かぬ。今日はとても読み書きを習う心境ではあるまい。その三重殿も気のせいか、あれ以来ご様子が。めったなことは言うまいぞ。それにしてもあのイラコという男、その腕といい態度といい、どうも一筋縄ではいかん。面倒を抱え込んだのでなければよいが。いずれ知れ者にござる。筋はお見破り申した。この辺りでやめにいたすのももののふの潔さかと。いかに牛又殿。山内、大坪、出口を塞げ。牛又師範の肩慣らしが済んだ。ごめん。まだ極め尽くさぬ身なれど、五眼流お見せつかまつる。消えた？キャッツの笑み。あやめるはやすし、伊達にするはかたし。ようやく誠の剣に巡り合い申した。無頼の月日、今は悔ゆるのみ。今日ただいまより指定の礼を取らせていただきたく。道場は芝居をするところではござらぬ。牛又師範を怒らせたな。神聖な道場を茶番にて汚すなど。俺の刀！どけ！俺の刀だ！
他流試合は稽古磨きのための試み、命のやり取りではござらぬ。キャツめ天品がありおる。いいな、キャツはただのすくたれ者にござる。やりおもて。どうだ。はい、お願いを聞き入れてもらうまではと。強情なやつめ。確かに一筋縄ではいかん男よの。牛又殿。奥方様にはお気の毒ながらお引き取りいただきたく。私は旦那様に呼ばれて。本日先生にお目通りはかないませぬ、あしからず。屋敷の広さ、小間物たちの数、さすがは掛川藩名うての武芸師範の屋敷。300石は岩本コナンの一人娘。モスケか。はい、できましてございます。くずあんのとろみに加え水飴を絡めてございます。お改めよ。この粘りなら良いでしょう。
婿入りすれば古願を跡目、300石の掛川藩士それも悪くない。あ、牛綿殿。イラコ星元、先生がお会いになられる。これはかたじけない。それがしの入門願い、聞き届けてくださりたか。それは先生がお決めになられる。ついに会えるのか、岩本古願に。かつて柳生宗則と相まみえ、世が世なら将軍家剣術指南役になっていたやもしれぬ希代の剣客に。踏み入るは危うい。ならば柳生新影流十文字。さようか。古願流流れ星。これ以上戦ってはならぬ。我が必殺の剣を持ってもこの男に勝ち目は。まい、引き分けにござる。徳川家に推挙いたそう。それだけの腕があるとお見受けした。本望にござる。ただし、仕官が望みか。何故指を伏せておる。お見苦しきゆえ。無礼者。太閤殿下の御指もその方と同じ数であるぞ。それを見苦しいと申すか。拝謁の際指を伏せよとは柳生宗則の指図。面目と引き換えに口利きを求めた古願の野心、宗則の完治の前についえたり、文禄四年のこと。牛綿殿、このように縛られていては先生に礼を尽くすことはでき申さぬ。頭を下げてはならぬ。お主はただまっすぐに先生を見据えるのだ。夢夢動いてはならぬ。こいつら、何のまじないだ。お出ましになられる。
牛又殿。戦までもございません。それならば東流の門を叩きし者。お見事。お見事でございまする。お見事でございまする。ございまする。ございまする。古岩流入門儀式、よだれ小豆。岩本古岩、曖昧になりしはいつの頃からか。